伊豆助姫神社鳥居伊豆助姫神社拝殿うつべみすの向こう、榊が備えられている朱塗りの社殿が本殿。本殿は雨風が当たらぬよ壁と天外で完全に囲まれているため、外からは見ることができない。霊災時に許可をいただいて撮影。九門長者屋敷跡丘の上はかなり広い平地になっており、王庫は豪能の九門長者屋敷があったと言われる。 伊豆助姫神社の境内は、丘の上の一部分である。伊豆稲荷明神と、ケヤキ古株伊ナリ明神の社の左、トタン吹きの雨追いの下に、ケヤキの古株と変換されたケヤキ材がある。伊豆助姫神社は、宮城県宮城郡理府町にある神社である。縁起式神明町に勝者として記載されている。式内社で、旧社格は尊者。 長者屋敷という小高い球場に鎮座する。平成21年4月に宮時に伺ったところ、当神社の祭神は、伊豆助姫命で、演技式神明帳に記載がある神とのこと。五国宝城の神として祀られているという。演技式内道の区百座平成巡礼記では、伊豆助姫命は、第二本神明辞書などの調べでは、どのような神であるか不明であると述べた上で、 当神社に祀られている神について二節の推論を挙げている。湯の神節出口のべ行の神明城交渉牧後には、伊豆国伊豆の姫命神社、安国霊、出羽国、吉豆佐、赤井神社の吉豆助とは、湯で沢の儀で、湯の守り神とされる。さらに、利府朝市に、出羽国田川郡の吉豆助姫神社と同じ祭神で、湯の木出るを神の豪となし。 物の生み出す神を女神としたのであろう。沢王寺や三ノ原に当時は湯が湧いたのであろうか。との記述があることを紹介。現在も東神社の4キロメートル圏内に2つの温泉川木、このうちの一つ、沢串の湯は、江の木川の流域にあって、東神社から江の木川に至る丘陵で、縄文前期の居住跡、六殿遺跡が昭和60年に発掘されたことは、 この土地の開発や当神社の感情創建と無関係ではないように感じられると考察した。国例の神節鎮座地のイードイは,は道の区の古社の著者本郷薫氏が著書中で飯出の名りではないかと述べていることを引いた上で以下のような推論を行っている。すなわち演技式神明帳に記載がある道の区国百座の中で温泉の湧き出るところの神は 温泉神社と称し、飯出に関係している八代は、湯の神より、国葬の神や、生産の神とされているようだと。また、新名町交渉会後の当神社の項には、安、宮城、ゆ宮家や名軍、伊豆佐阿た総林守護の神かとの記述があることを紹介し、鎮座地の知性や豪能を求門長者が成立した、理由などからも、国霊の神をお祭りしても、不自然ではない、と考察した。 また、演技式内道の区百座平成巡礼記では、教法四年に表された、大宇関関門老子が祭人を、溝作姫としていることに触れ、道書が溝作姫と記したところには特別の記述は、なく、ただ、慶電二十八束三毛田たところ最高作姫なりと、あるのみと述べている。さらに、安永元年の、法内風土期官の四頭。 その後に表された書誌が当神社の抱えについて、全く同じ箇所に誤りがあることから、法内風土記とその後に表された書誌が、覆う関石文老子をもとに書かれているのではないかと推測している。これらを踏まえ、演技式内道の区百座平成巡礼器では、祭人を素直に、伊豆助姫命と考えると、伊豆は、現、助はことを進める、説当的語彙、姫は、 女性で生産の根元として定説が成り立っているのだから、生成回顧の神すなわち、当地の生産を守護する、国霊、総輪守護の神と考えられること。祭神を未属一姫命と記載している、宮城県神社名館が当神社の孔の末尾に、式に、伊豆佐、あた神社とあり、門徳実録は、伊豆助神に作る。社殿孔、食い姫とするはいかがと記載していること。 リフ村市に、この神は、女性で、米作地帯の水の考えを第一に司り、秋の五国宝城へと農民が生出す上、この辺一帯の王庫から、水田開墾以来日夜尊敬されていた神社である。と記していることを挙げ、当神社の神は、五国宝城の女神である、伊豆助姫命、または、豊家姫命ではないかと考察している。その他の説として、縁起式内道 いずれにしろ、現在の、創始年代は不詳であるが、大湯関石門老子や漢方元年に表された、法内名石史、万円元年に表された、新鮮道の工夫時などによれば、天武天皇2年に、京殿を建て祭り、震災を行ったといい、法内名石史ではさらに、古石大社なりと記されている。しかし、理府朝史では、この時には未だ多賀城が確立せず、 多賀城の設立に伴って祀られる宮城軍の四座もこの頃にはない、この説の論拠となっている、総国風土記残編が、偽書らしいこともあり採用できない説である、としている。これに関し、演技式内道の区百座平成巡礼期では、当時江戸に対する平定は、幾度か行われており、また、日本の神々神社と聖地から十二東北、 北海道が論じるように土地の人たちが信仰した神の社は存在したと思われ、一概に天武天皇に年説を否定するのもいかがであろうか、と述べている。日本文徳天皇実録22年8月7日の上には、当神社へ、聖五意田の神会が少女されたことが記録されているが、河聖五意田とあるのでそれ以前に神会の重要があった可能性がある。延長五年には、 演技のせいで勝者に列した。その後の遠隔は不明だが、十二から四代藩主名村が建造した社殿の規模は不明であるが、安永三年の安永書き出しには、社殿三尺作と当時の社殿の大きさが記録されている。いつの頃からか、塩釜神社の抹茶とされたが、その経緯はよくわかっていないとされる。新鮮道の工夫時に、 塩釜社の抹茶なりと祝い香がと疑問の意が述べられているので、江戸時代後期には抹茶とされていたようである。明治維新の際に当神社の新一期が陣営となり、戦闘により社殿などの建物が破壊されて、暫時祭典の例を書いたが、その戦火の後、再び三尺ほどの社殿が建てられたという。大正十五年の理不尊長による遺書に関する意見書では、 明治9年孫者に列せられ、翌10年3月に、国兵中車、柴彦神社、塩釜神社の拙者に定められたとするが、宮城郡市では、昭和2年5月5日、現地の人たちの努力により、孫者列格の儀が決せられたと述べられている。大正5年12月には、沢乙の小刀神社と、熊野神社、神谷拓の熊野神社、菅谷の熊野神社、入り、 菅谷の加神社の五社を合祀し、大正9年には本殿及び拝殿を新築した。現在は円窯戸神社からも独立している。利阜村氏によれば、当神社は岩手県芝群赤石村と仙台市宮城の区間切れじ、畑中に分霊され、岩切にある文祠らの鳥居は当神社へ向けて建てられているという。宮城県神社町への登録は伊豆助姫美美神社。 伊豆姫神社、伊豆薩美名神社と表記されることもあるが、拝殿内の額や、演技式神明朝などは、伊豆座阿た神社と表記している。演技式内道の区百座平成巡礼記では、日本文徳天皇実録に、道のく国伊豆助神とあり、この、は、確実に、目であるので、伊豆さめ神社が正しいのではないかと考察している。また、新撰道のく風土記に、狂人、 お姫の宮というと記されているが、縁起式内道の区百座平成巡礼期では、著者が取材した1990年代の時点で、お姫の宮と呼んでいたのは80歳以上の人のみで、その他の人は、伊豆佐姫神社と呼んでいた、と記している。当神社の鎮座する丘は、王石欧州で著名な旧門長者というものの屋敷があったといい、以下の伝説が残されている。 長者の召使いの中に、キーの公家である時代納言の姫で、伊勢三景の帰りに役割れて長者に、召使いとして売られた悪玉という女がいた。彼女は、普通の人には醜い女と見え、身分の高い人には、元の美しい姫の姿に見えるようにと、守り本尊の完全音菩薩に祈願をしていたため、普段は、非常に、醜い姿をしていたが、エゾ性伐の折に、長者宅に立ち寄った。 坂の上の田村マロに見染められ、延暦18年8月1日に男子を出産。この子を千友丸と名付け、千友丸が13歳になった時に共に上京して、田村マロと対面をし、千友丸は二代目田村マロとなったという。境内会社である、イード稲荷明神の脇、天多いの下に、幹回り約5から6メートルで焼け跡を黒く残した、ケヤの古株がある。 リフ村氏には、千年以上の大ケヤキあり、一本、現存していると記され、宮城県氏には、昭和32年当時の写真が載っている。演技式内道の区百座平成巡礼記によれば、昭和41年に火を発して、幹の中まで焼損したため伐採することとなったが、作業にかかったところの小切りが、次々と折れ、作業に当たった職人2名までが不幸にあい。 さらにこの木材を買った人にまで返事が起こったため、飼い主の人が輪切りを者に収めて祭りを行ったという。また、枝に至るまで木目が美しかったので近郊の人が持ち帰ったところ、やはり災いがあったので恐ろしくなって返還されたものが天王いの下に積まれているという。ありがとうございます。